タラハチーカウンティはアメリカ海軍の戦車揚陸艦。タルボットカウンティ級戦車揚陸艦の2番艦。艦名はミシシッピ州のタラハチー軍にちなむ。LST-1154 は1945年8月4日にボストン海軍交渉で寄港する。1946年7月19日にワイルダーディベイカー夫人によって浸水し、 1949年5月24日に、艦長コートランド、ティーバブコック中佐の指揮下収益した。収益から1962年まで LST-1154 は、大西洋艦隊揚陸部隊に所属し、東海岸沿いの活動と、地中海で第6艦隊との展開を交互に繰り返した。1955年7月1日たら8位カウンティと命名された。 タラハチーカウンティは1959年にチャールストン海軍造船所で退役し、航空支援艦への改修が行われた。1962年2月3日に改修は完了し、AVB-2 へ艦種変更される。艦光部の上部構造は前方に拡張され、艦全部には通信アンテナが装備された。タラハチーカウンティは航空支援艦として、 クレタ島の総ダ湾において活動する対戦小回機部隊に対して指令及び補給設備を提供できるように設計された。部隊の支援装備はタンクデッキに装備された稼働の番で運搬され、監視ランプによって揚陸された。経歴の残りをタラハチーカウンティは地中海における航空部隊の支援任務に費やした。その後1970年1月3日に退役し、 1970年7月15日に除籍された。タラハチーカウンティは1970年7月にイタリア、ジェノバのカンティーリーのバーリー・サンタ・マリアにスクラップとして売却された。ありがとうございます。